今日も十勝晴れです。はい、めちゃくちゃいい天気です。綺麗です ね。さあまたこの海見てくださいよ、はい、わ、もう青真っ青ですね。めちゃくちゃ綺麗ですよね。ということで、はい、今回はですね、十勝にやってきました。で、今後ろに見えるのが広尾町にある十勝港です。港あるんですね。ね、十勝というイメージはなかなか海のイメージないでしょ、入江。そうですね、やっぱ農業だったり、あと酪農のね、っていうのは強いんですよ、ね、ありますね。なんとこのね、十勝港っていうのは大きな役割を果たしているわけなんだけど、はい、美味しいね、食べ物、うん、ね、農作物や牛乳を道外に運ぶ、ここから、ここから、うん、また道外からですね、はい、飼料や肥料、つまり農業に欠かせないものを運んでくるわけですよ。めちゃくちゃ大事な場所ですね。今回のラブ北海道は、はい、この広尾町を含めた十勝の南側、いわゆる南十勝を巡りたいと思います、はい、楽しみ、楽しみですね。十勝地方の南側を巡る今回のラブ北海道。うまっ。絶品の海の幸に舌鼓。甘みが強いんですね。これゆりえちゃん、驚きの願い事とは。2023年はりっちゃんのふるさと、そして宇宙の街の美味しいお土産とは。